今年ろ主人は、日本神話に登場する神。別名は八十こ都大主神、八重ことしろ主の主神とも表記し、古事記において、大国主神と神あたて美名の地との間に生まれたと、される。吉原中国平定において、竹三和地の神らが、大国主神に大宿に譲りを迫ると、大国主は、美穂が先で漁をしている、息子の今年ろ主神が答えると言った。 そこで、武見一一が、美穂が先へ行き、今年ろ主に国譲りを迫ると、今年ろ主人は、承知したと答え、船を踏み傾け、天の逆手を打って、青芝垣に変えて、その中に隠れてしまった。この天の逆手は一般に手を逆さに打つことだと、考えられている。抵抗した弟の武見中田人も、武見一一の人に服従すると、大国主神は国譲りを承諾し、 今年ぬ主人が先頭に立てば、私の180人の子供たちも今年ろ主神に、従って天神神に背かないだろうと言った、大国主神のことされる。現在でも、宮中の五府、矢神の一柱になっているが、この神とは別神であるとする説もある。カツラノには、今年ぬ主神を祀る鴨モ派神社があり、鴨のノ氏が祖神を放祭したものと見られる。日本初期、 神武則には、神武天皇の皇后となる姫と伊鈴姫命に、関して、今年の主人、京三島皇、くさび耳神の女、玉串姫所聖子、後、皇位枠姫と伊鈴姫命。今年の主人、三島皇、くさび耳神の娘の玉串姫にともして埋める子を、名付けて、姫と伊鈴姫命と申す。とあり、今年の主人は、神武天皇の楽譜となっている。 これは、古事記で、大物主神が、三島航空の娘、勢いヨルタタラビメとの間に、姫たた、両イスキよりビメを生んだことと一致する。また、日本書記で、三輪主の死の祖、天日型きびかた命を生んだことと、古事記で、三輪主の死の祖、串見型命を生んだことに一致する。その他、水贅天皇の皇后は、日本書記本文では、今年の主人の女、 古事記では、式屋型主の祖川又姫となっていることからも、神武統制以前の大和在地豪族で、式権主を認じられた弟式は、天日方きび叩いのと同一人物であり、また、今年ろ主人については、その経譜や世代関係からも実態は、大物主神と同一神であると考えられる。仙台旧児本義では、大国主神と、 高津姫女神の子として記述されている。なお、海復士観中経図には、高津姫女神は神や立姫の別名としており、古事記の大国主神が神や盾美名命をめとって生んだとする記述と一致する。古事記では、大国主神と神や立美名命の子とされ、日本書紀仙台九字本義では、大国主神と高津姫女神とのことする。日本書紀には、 トーツミミの娘である、玉寄姫命との間に天日方きび方命、姫と伊ス姫命、伊スズ寄姫命を生んだとされる。諸系譜の、長江系図には子に、天八元津彦命の名が見えるほか、保住宿根系図には富寄姫が、娘として記載される。ただし、今年の主人、富寄姫、長種、泥び子はいずれも、人務不母世代に当たるため、 実際には兄弟であったとされる。また、天八元津彦命の別名に、三松彦い、ともと命があるため、この神も実際は、ことしの主人の弟であったと考えられる。この場合、長手泥び子は、天八元津彦命にあたり、古事記、仙台旧児本義で、天孫族に抵抗した、ことしの主人の弟とされる竹南方人の、 別名であると考えられる。三保神社、三林、恵比寿神社、長田神社、有馬の神社、今年の主神社、生恵比寿神社、北門神社のほか、京都恵比寿神社、今宮恵比寿神社、四季の長吉神社、大間恵比寿神社などの恵比寿を祀る神社でも祀られている。このほか、三島神社や大山積神社でも一部、今年の主神を祀っている場合がある。 これは、幕末から明治にかけての国学者の学説を受け、明治6年、総本社である伊予の三島神社の主催神を、大山積神から、今年の主神に変更したものの、昭和に、改めて大山積神説が浮上すると、大山積神、今年ろ主神、三神道座に改めるなどの変遷があったためである。島根県美保の関町には、今年ろ主が鳥を嫌うという言い伝えがある。 折口忍は、その理由として、今年の主の妻お隣の物語を紹介している。それによると、今年の主は、夜ごと海を渡って、対岸のいつ夜の里のみほつ姫のもとへ通っていたが、鶏が間違って、真夜中に泣いたため、今年の主はうろたえて、小舟に乗ったものの、貝を岸に置き忘れて仕方なく手で書いたところ、ワニに手を噛まれた。以来、 今年の主は鳥を憎むようになり、それにあやかって、三保の関では鳥を飼わず、三景人にも卵を食べることを戒めるとしている。島崎藤村は、釣り好きの今年の主が寝ぼけて泣いた鳥の声を聞いて、未明に船を出し、荒れた海でラも貝も失い、足で水をかいたところワニに足を噛まれたという話を紹介している。現代でも、今年の主を再現した、 三保の関の青芝垣神事の際に、東屋に指名された者は、一年間系肉を食べないで、身を清めるの表しがあり、三保の関から中海を渡った対岸には、三保津姫を祀った、いつよる神社がある。三保で青芝垣に引きこもったことしの主人は、伊豆の三宅島で、三島明神になったとする伝承もある。三宅駅によれば、藤山の神と共に十の島を生み、 現在の三島大社に鎮座したとされる。ありがとうございます。